鳥羽港と西岸島の位置関係西岸島は、三重県羽市沖にある無人島。坂手島と安楽島半島の間に位置する、切り立った岩場で、高校場の難所にあたり、投票が置かれている。坂手町の名所の一つであり、複数の東名由来伝説が残る。西岸島は仙干島、小倉島とも称する。西岸島、仙干島には、 次のような透明由来伝説がある。戦国時代初期の蕎麦を治めていた立花の宗忠は、この島と愛島に船番所を設け、蕎麦港に入港する船から、保別船と呼ばれる入港税を徴収して、生計を立てていた。その額は戦艦に達し、共仏世相の報徳会をここで開いた。そこでこの島を戦艦島と呼ぶようになった。江戸時代の坂手島では、 毎年元旦に伊勢神宮へ島民を挙げて参詣し、その帰路にこの姉妹たちより、幹や米を備え、こう歌いを歌い、一同で大量と、海上安全を祈願する風習があった。そこでこの島を西岸島と呼ぶようになった。この島は、戸麦港に出入りする、航路上にあり、海船を営む、人々の間で除去しようという話になった。その見積もり額が戦艦であったため、 この島を戦艦島と呼んで、称えるようになった。艦島と安楽島半島の間の海域は、カブラ湖水道と呼ばれ、戸麦港を出入りする船の航路にあたり、特に、坂手島の南の海域は、漁船の通行が多い。中でも、西岸島と関東の岩石崎との間は、カブラ湖水道の最強部であり、水深10メートル以上の航路幅は350メートルしかない。 高校目標が多く、水道としても短いが、暗礁が多く航路が複雑であるため、操船の難しい海域となっている。近年でも2006年3月9日に、付近で漁船と釣り船が衝突する事故が発生している。そこで島には、1944年1月20日に初、転倒したコンクリート製の西岸島投票が置かれている。 1967年8月に行われた調査によると、投票は4秒に1戦し、紅色の投稿を発していたが、周辺に坂手島からの光や安楽島のホテルからの光があり、判別が難しかったという。その後、5秒周期のモールス不合格に変更され、2015年3月3日から、付近の丸山崎投票が10秒周期の、 モールス不合格に変更されたのに合わせて10秒に1回西岸島投票と丸山先投票が同期点滅するようになった。2011年には春の叙勲で永年投票の投下の監視を続けてきた男性が随報単行賞を受賞した。ありがとうございます。